そうやからね、一発でいっちゃいますよね。はい、アイロンの温度がね、はい、180度。はい、ブロッキング取って、はい。ちょっと上の方からいこうか、はい。まあ、よくうちの動画見てる人はね、この実験結構見てるからね。はい、髪の毛適量取ってね、はい。はい、髪の毛適量取ってね。まあ、こんぐらい透けて見えるぐらいだね。まあ、そんな熱くないよね。ちょっと端っこ多いね。で、これと、はい、こっちの温度計見える？温度計見える？はい。ね。これをこうやって掴んでね、はい。アイロンで挟む。ちょっと根元から入れてないからね。なんで、はい、これ温度ね。今、こうやって、こうやってね。こうやってきてね。今何度これ？何度これ？ね。はい。今ので、この見てる通りの温度だね。で、それを、はい。まあ、いろんなお店あるからね。毛束の量、ちょっと、あ、吸い店とかあるよね。うん、ちょっと今度は厚くしてみようか。はい。ね。はい、このぐらい。ちょっと厚い？見える？ちょっと厚くなったね。はい。これをね、センサーごと挟んでね。センサーごと挟んでね。みんなどのぐらいのスピードでやってんだろうね。はい。このぐらい？このぐらい？その温度計どうなってんの？温度計。ね。はい。温度計はこんなもの。今のでね。意外と180度って書いてあるけど、180度にはなんないもんだよね。はい、ちょっと気を入れたらね。そうじゃなくてね、ちょっと毛束の量を多くしてね。よいしょ。で、倍ぐらいの厚さでね。で、これこうやって掴んでね。ほんでね、若い子なんかね、話しながらね、はい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 っつってね、こんななってやってるね。何度だった今。ね。まあ見ての通り、ちょっと自分ちょっと見えなかったけど、温度がね。あと、理屈で言ったらね、理屈で言ったらね、こう取ってね、まあ、1、2、3、4ってやるでしょ、こうやって何回も何回も滑らすの。で、まあ、このぐらい早かったら、でも実際ね、熱効率的に言ったらね、こういうかけ方するよりも、じっくり止まってた方が、熱効率はいいよね。動かさないで、なるべく動かさないでね、一点で止まってた方がね、一点で止まってたってね、すぐに180度になるってことはないからね。なった？ねえ、すぐに180度になること、髪の毛って意外と冷たくて温まりにくいからね。うん、もうなんだか、このままって目覚めちゃうからね、こんなのね。うん、みんな何度でやってんの？意外と髪の毛ってのは温まんないもんだよね。ああ、大変だ大変だね。髪の毛やってみようと思ったら、もうトロ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 やるようだよね。